った金沢市の介護老人保健施設の敷地内に熊が出没し、施設で働く40代の女性が襲われ怪我をしました。市などによりますと、今日午前8時40分ごろ、金沢市田上本町の介護老人保健施設ピカソの敷地内に熊が出没しました。熊は玄関先で40代の職員の女性を襲い、女性は頭などに怪我をしましたが、搬送時に意識はあったということです。現場からおよそ200メートル離れた住宅地では、おとといの同じ時間帯にもゴミ捨てに出かけた60代の男性が熊に襲われ怪我をしました。いや、こんなもんなちょっと危険やろ、食べ物取ってしまおうと思って。いや、今までこんなことなかったから、まあ、どっかその辺までは来とったやろうけど、もうここまで降りるってことはあんまなかったから、やっぱみんなちょっとびっくりしてるとこあるわね。熊の行方は分かっておらず、市や猟友会、警察が周辺を捜索するとともに、近くの住民に注意を呼びかけています。今年県内で熊に襲われて怪我をした人は合わせて14人となり、これまでで最も多くなっています。